日本全国の鹿を愛する皆さん、こんにちは。メナです。ちょっと新しいバージョンでお届けしましたけど。はい、今日ご紹介したいのは、こちらにあります。コンビロックプラスですね、新発売の、2層式のマウスガードになります。こちらのですね、コンビロックプラスは、ハードとソフトの2層構造になってまして、噛み合わせ、噛み締めによるね、耐久性と、それから実際の装着のね、快適さ、これを両立させたシートになります。ナイトガード等でですね、すぐ噛み切っちゃうような患者様に、それでもですね、耐久性を与えながら、かつ装着した快適さも、失わない、そういったマウスガードになります。こちらのコンビロックプラスですけども、1枚入りで全てですね、真空パックでなってます。非常にお求めやすく、保管も楽ちんです。サイズはですね、こちらの 125×125mm の角型と、それから直径 120mm の丸型の2種類を販売いたします。はい、でこちらですね、2層構造なんですけど、ハード面の方はペット G と呼ばれるですね、一般的なペットよりもより強度が良くて、かつ透明度のね、高いガラス製の質感のあるプラスチックを採用しています。はい、でソフト面は TPU と呼ばれるですね、素材になってまして、イメージするとですね、まあスマホのね、柔らかいカバーありますよね、あれによく使われている素材で、非常にですね、プラスチックでありながら弾力性がある素材になってます。これをまあ組み合わせて1枚のシートにしているのはこのコンビロックプラスです。でこれ1枚でね、角型丸型ともに定価880円、税別で販売をスタートします。はい、でこちらシートですね、ドイツ製のアルデンテ社のメーカーになるんですけれども、これも同じく販売いたしますデュナフォームプラス、実際にこちらのシートを成形したいと思います。非常に透明度の高いシートが出てきます。はい、でこちらですね、最初にこれこうなりますので、柔らかい方を上にしてセットしていきます。でこちらの画面上にコンビロックプラスが出てきますので、これを選択して OK を押します。はい、では打っていきましょう。はい、プレスができました。はい、こちらですね、マウスガードの成形ができました。ちょっとね、僕の歯型でね、まさにできている形になります。はい、つけてみたいと思います。うん、バッチリですね。まあ、本当にまずね、噛んだ時の感じは本当にブラックシズムスプリントとかね、ああいう硬質なシートと同じようなこう対語の硬さはあるんですけど、紙面の方はね、柔らかいので割とこう弾力性もあって、つけ心地はいいですね。僕もライトカード普段毎日毎晩使ってるんですけれども、柔らかいシートだとだんだん特に腱子のところはね、僕すぐ切れてしまうので、そういった意味で言うとこのマウスガードすごくいいなと。まあ、ちょっと今晩から早速ですね、使っていきたいと思います。ね、これ非常に透明度も高いですね。これさすがペット G の透明度の高い、マテリアルかなと思いますけどね。見た目も非常にナチュラルです。はい、このようにですね、メーナーチャンネルでは新商品をどしどし紹介していきますので、チャンネル登録をお願いします。それでは。